皆さんこんにちは、レザーです。今回は SP を節約しながら追加攻撃キャラの火力を伸ばしつつ、手数と単体火力で戦うサブアタッカートパーズを普通プレイヤーしてね、解説したいと思います。 1.4 後半トパーズが登場しましたね。過去に追加攻撃のアタッカーなどいましたが、そのキャラたちの救世主になるのかが気になるキャラクターとなっています。特に軽減とか持ってるとね、どうなのかっていうのがあると思います。で、今回はそのトパーズがたまたま引けたっていうのもありますので、持ち武器なしで解説を進めていきたいなと思います。まあ、トパーズをね、引くか迷っている方は最後まで見てもらえるといいかと思います。正直追加攻撃キャラいない状態で僕は今回紹介をしていきますので、まあトパーズを単純に引いたらどうなるのかっていう視点でも見てもらえるといいかと思います。それでは早速解説していきましょう。それでは恒例のガチャ結論からいきたいと思います。トパーズに関しては未課金無課金プレイヤーには厳しいと正直感じました。というのも、このキャラの特徴というのが追加攻撃を中心としたデバフと下部自体のバフの恩恵が受けれる仕様というのがあるからです。しかも現環境では追加攻撃を多用するのが軽減、クラーラといったキャラになるため、編成が限られるのも難点ですね。すでに追加攻撃キャラを持っていてチームの底上げが目的な限りはちょっと運用が厳しいなぁと正直感じました。で、実際僕軽減持ってないんで、フゲン、カフカ、クラーラ、トパーズという編成で、まあ、比較的追加攻撃が多いキャラクターを使ってみたんですが、まあ、普段より手数が多いなと感じたぐらいです。もちろん今後追加攻撃特化のキャラクターが出てくると思いますが、未確定な今おすすめかと言われれば難しいなっていうところでしたね。で、アタッカー運用も悪くはないと思いますが、まあ、それなら攻撃倍率の高いアタッカーキャラを引く方が何かとお得なように感じました。ちょっとね、やっぱ倍率が低いのでサブ寄りだなっていう感覚です。それではガチャ評価はこれくらいにして、性能面などの紹介をしていきたいと思います。トパーズの特徴についてですが、とにかく追加攻撃特化のキャラクターとなってます。純子キャラ特有の手数を下部の追加攻撃によって行っています。正直下部が本体と言ってもいいくらいですね。また拡散攻撃がないため単体に特化した攻撃となっています。手数があるので自分で火力を出しやすくなっています。さらに味方の追加攻撃の火力もデバフによってサポートができますので、チーム全体の火力アップにもつながるっていうところがいいところですね。しかもトパーズとカブの追加能力と性能によって SP も節約が可能だったりします。サポート面でもかなり優秀なキャラとなっていますね。またカフカのように割り込み型の追撃ではなく、速度アップによるターン攻撃となっています。敵の攻撃に割り込んでくることはありませんので注意をするようにしましょう。メインアタッカーにはなれませんが、味方への貢献度が高いサブアタッカーという立ち位置になるキャラクターですね。続いてスキルと必殺技の紹介に入りたいと思いますが、まずはトパーズ特有の負債証明を抑える必要があるかと思います。負債証明は戦闘開始後ランダムに敵1体に怪獣負荷効果を付与します。これは複数同時につけることはできません。これを付与された相手は追加攻撃のデバフが入り、さらに下部の攻撃対象となります。この負債証明はスキルによって対象を変えることは可能です。また倒した際にはランダムで対象を変えるということができます。これを利用すると通常攻撃で SP を回復しながら下部に負債証明の相手を倒してもらい、効果を薄すということができます。また下部についてなんですが、イメージとしては5人目の召喚キャラとして戦闘に参加します。その際は速度以外はトパーズのステータスを参照しています。ただこの速度に関しては負債証明が付与された相手を追加攻撃すると速度が 50% 早まるっていうのがあります。これは味方自分問わずになります。なのでトパーズの追加能力貸し越しで通常攻撃を追加攻撃に変えて攻撃するだけでひたすら速度を上げることが可能というわけですね。この部分が攻撃回数の要になってきます。さて負債証明に関する話はこのくらいにして、続いてスキル関連を一つずつ紹介していきたいと思います。まず秘技に関しては探索メインのスキルのように見えますが、一番の特徴は下部が初めて攻撃をすると EP60 回復するという点です。トパーズの EP は130ですので、
企業を使うだけで半分近く補える可能性があるんですよね。もちろん信用ポイントや模擬宇宙では奇物ゲットといった効果がありますが、ちょっと美味しい効果という感じになってます。続いてはスキルです。スキルは最小面のデバフを大きく引き上げる要因ですので、とても重要な項目となっています。スキルをあまり使わなくてもいいと言いましたが、デバフ効果を上げるならスキルレベルを上げるようにしておきましょう。続いて必殺技です。必殺技は株のステータスを強化する効果となっています。トパーズ自身の能力が上昇するわけではないため、これが特徴の一つとなりますね。また負債証明の敵に対して味方の通常攻撃、スキル、必殺技を使用した時に株の行動順が 50% 上昇するようになります。追加攻撃以外にも反応してくれるので、攻撃さえすれば株の速度がアップするという仕様ですね。株の攻撃2回分の効果となってますが、一時的に追加攻撃以外でも株の手数を増やす方法となりますので、それがいいところと言えますね。最後にテンペや追加能力について話していきたいと思います。まあ、こちらに関してはテンペや追加能力についてはトパーズと株の性能を上げるものが多く用意されています。特に貸し越しに関しては追加攻撃判定になるので、早めにゲットするのが必須となります。早めに取ることで手数を増やすきっかけになりますので、育成を急ぎたいところというところですね。で、強化の優先度としましてはスキル、テンプ、追加、必殺になります。結構まんべんなく育てるのが大事かなと思いましたね。続いて装備関連の話をしたいと思います。まず武器からですね。高円錐に関しては持ち武器が一番いいところです。それに続いて正解巡航がいいかなというところですね。で、保証に関しては会心率の盛り具合によって変わります。例えば会心率 50% 以上なら論剣沈黙のみで、 50% 以下なら気候がいいです。あ、正直気候がやってるかどうかで変わってきますね。で、追加攻撃の火力を上げるためにサルソットを採用することが多いので、会心率の具合で星4を選ぶっていうのがベストかと思います。で、これに関しては異物を見てもらうといいんですが、異物に関して現状4セットっていうのが微妙なところです。なのでガンマンと溶岩の2セットっていうのが最適なところです。で、さらにこれに対してサルソットをつけたりっていう流れですね。で、先に異物の方で話をすると、まあ、厳選に余裕があるならメッセンジャーとかでもありっていうところです。まあ、厳選しやすさでいうとガンマンが楽なので、まあ、ある程度整うまではガンマンでも十分かなと思います。で、大船輪に関してはサルソット一択となります。追加攻撃の火力を伸ばす要因になりますので、会心率を伸ばせるかどうか、ここが重要になってくるわけです。ただ会心率 50% っていうのが必要なラインとなりますので、胴体の会心率を会心ダメに変えれるように高円錐と異物の厳選ができるかっていうのが非常に重要なところとなります。ここが育成する上でかなり厳しかったなというところですね。最後にトパーズを使用する上での注意についてですが、正直アタッカーのような火力を求めるのは厳しいかなと思います。攻撃の倍率がどうしても低いので、あくまでサポートかサブアタッカーという位置づけなんですよね。また、ケイゲンやクラーラ、ヒメコといった追加攻撃キャラのサポ要因メインで使うのもちょっと厳しいかなと思ってます。というのも、現在の状況で雷、炎、物理の弱点を持っている敵っていうのがそこまで多くないっていう感じだからです。さらに、模擬宇宙や宇宙の郊外でも弱点の偏りが出ているので、陰月とかのイメージで活躍させようと思うとかなり厳しいなぁと思いますね。もちろん今後の追加攻撃キャラクターに対して期待もありますが、現状だと無課金美課金の人が無理して引くキャラなのかと思うと疑問に感じるなぁっていうところでした。なんとか育ちきってますが、正直ちょっと足りないなと、ダメージが足りないなっていうのはありますね。まあ、もうちょっとね、炎弱点の優遇があるといいのかなっていう感じでした。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。